30年前の6月2日、この日は日曜日、島原は雨の一日でした。これまで何度も土石流が流れてきた水無川。両岸に陣取っているのは各テレビ局の中継車です。そして上木場地区。6月2日は大きな火砕流もなく静かな一日でした。緑に包まれたこの町が翌日集落ごと壊滅してしまうとは誰も想像していませんでした。映像には後に慰霊の場となった場所も映っています。赤い消防車が止まっているのは消防団員の詰め所になっていた農業研修所。そしてそこから400メートル上流にある停電。この時も多くの車が止まり、カメラマンたちが雨の中で火砕流を待ち受けていました。次の日、同じ場所を飛んだ時、そこに集落はなく、炎と煙、そして火山灰に埋まった上木場がありました。43人が犠牲となった大火砕流。気象庁は、後にこの災害を平成3年雲仙岳噴火と名付けます。